ドライカレー。舐めてみてたね。ママ。今日佐野家にやってまいりました。どうもありがとうございます。ちょっとボサボサで始めた。これね、また次回来年、以降また、埼玉県新座市、佐野家の皆様のところに、お邪魔しようかなということで今日はやってまいりました。今日は一足早く、お邪魔させていただいてドライカレーいただきます。じゃあいただきますよ。辛いかなこれ。卵割ってね、いただきます。あ、最初辛くないと思ったんだけど、甘さとこう風味が来て、あれなんで辛くないじゃんと思ったら、後からすごいレポーター、グルメレポーターみたいな。新座の宝石箱や。今日は楽しみたいと思います。乾杯。よろしく。すごいよ。すごいねえ。やったー。お先にちょっといただいちゃいましたけれども、何出てきたんですか今日。今日、僕は静岡を12時過ぎぐらいに出てきて、で、まあ昼間は高速代も高いんで、おお、神奈川県ぐらい、お、御殿場抜けて、抜けるまでは下道で行って、こっから東京まで来て、エリちゃんを拾って、エリちゃんは品川、横浜、横浜出身、横浜出身で、今、彼女新宿で、新宿？新宿、新宿。なんか国内旅行一般とかの、何？資格を取るための学校に通って、だから資格の名前？総合管、総合管理、旅行管理者。ああ、知ってます。何それ？なんかその旅行会社で働く、なんか旅行会社で働くため各旅行店舗にそれ一人いなきゃいけないんですよね、その持ってる資格が。そう、それの資格です。海外？国内？総合が海外。あ、じゃあ学校に行ってる。学校に帰ってます。あ、じゃあ総合なの？総合も取れる、取るけど、取れる。あ、じゃあ総合と国内の両方の勉強するの？うん、両方。でもさ、総合って結構大変じゃない？だって旅行の専門学校とかって総合だと多分2年ぐらいじゃないの？そうだね、2年だね、専門でしょ。うん、あなたのコース何ヶ月？4ヶ月なんかどんだけやねん。やったな、すごい覚えるのかなって言ってました。あー、そうなんだ。全部あれ細かく法律、はい、覚えなきゃいけない。ほら、だってそうえ、それまさか買ったの？買ったの、薬缶みたいなやつ。今日こんな分厚いんじゃないの、多分。なんか私もなんか最近までそういう旅行会社の就職決まる前、決まる前に行ってて、そういうのに、あー、そうなんだ。そう、遊んでてもしょうがないからね。そう、遊んでてもしょうがないから、勉強でもしょうがないって見つけて、ただで行ってたんですよ、神田まで。食案通して、食案通して。あ、そっかそっか、食案だからただで。あー、テキスト代だけでね。はい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 。それでそういうのやって、なんかそういう話を聞いて、おめでとう、すぐ大変そうだなみたいな。うん、いほー。どっちどっちどっち、こっち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 。やったー。卵が入ってないからね、ごめんね。やっぱ、いや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 、ね、クリーミーでね。やっぱごまだよね、ごまどれ。ごまじゃないの、サワさん。違うんだ、コブ。コブ、
だからこれはね、コブサラダはね、アボカドと美味しいの結構。ああ、合うんだ。合うな、合うな。これはちょっとじゃあアボカドを想像しながら。そう、アボカドを想像しながら。アボカド。レッツドゥアボカドパーティー。はい、いただきます。オーケー、じゃあいただこうか。いただきます。はい、じゃあまたね。はい、また後で。ちなみに